日本神奈川県川崎市玉区宿河原宿河原は神奈川県川崎市玉区の町名。1987年11月23日に住居表示が施行されている。郵便番号は214-0021 21。面積は全域の合計で2.01平方キロメートルである。玉区の北部にあり、域内を日家療養水に合流する宿河原用水や、 JR 南部線が貫通している。一帯は多摩川の中石地であり、住宅地のほか、梨畑などの農地も点在している。宿河原は北端で多摩川を挟んで、東京都世田谷区北見と狛江市、東泉、井の形、狛江町と、東端で関と、南東端で、高津区上作延下作延久慈と、南端では、長尾と、西端では、東、生田、 上りとと接する。住宅地の地下は、2015年1月1日の工事地下によれば、宿河原3の17の13の地点で26万7千円、平方メートルとなっている。蘇我物語や釣れずれ草にも、宿河原という表記があり、当地であろうと考えられている。戦国期の小田原州所領役長には、小井宿河原という形で当地が登場しており、現在は、 玉川の対岸となっている、小舞村と当地が一体であったことが伺える。その後、文化年間までには洪水により、玉川の流路が北へ移った。玉川の流路の北側にあったことは、18世紀、中頃の絵図にも描かれている。江戸時代の当地は、羊群宿河原村となった。幕府初期には天領であったが、後に村の半分が増上寺に寄進されている。 村高は、慶安期の武蔵田園坊で276国余り、玄禄郷町で502国余り、天保郷町や幕末の急行給料取調べ町では546国余りであった。対岸とのつながりとしては、当村が小米村の枝村であったとする見方もあるほか、甲州街道にある布田五宿の助郷も務めていた。対岸との間に、上りとの私があったが、 それがどこだったかは不明である。玉川に接していることもあり、推理は良かったが、洪水にもたびたび襲われる土地であった。農地としては、水田が多かったが、文化年間以降は、梨の栽培が盛んとなったほか、幕末には、養蚕も行われ、当地の六代目、関山五郎衛門が、養蚕の技術を、養蚕実験録に書き残している。農館には、 玉川のあゆ釣りも行われた。明治に入ると地祖改正が行われたが、その際に1高地、2高地、10高地、11高地校、11高地四つという小技が元の地名とは無関係につけられた。町村制の施行に伴い、宿河原村などが合併して稲田村が成立し、宿河原はその大技となった。明治末期には玉川が大反乱を起こし、 流路が変化した結果、対岸に飛び地を持つこととなったが、これは1912年に、狛江村へ編入された。大正年代には、当地で新民国状況が起こり、信者が荒れ地を開拓して、宿坊を設置していった。昭和に入ると、南部鉄道が開通したが、同鉄道はもともと、多摩川の砂利採取を目的としたものであり、宿河原駅からもそのための支線が河原へと伸びていた。 稲田町は1938年に川崎市へ編入されたが、それと前後して日本が戦時体制となっていったため、当地にも変化が訪れた。1935年には宿河原駅前に帝国化学工業の工場が設置されたほか、1944年には当地の果樹園を水田に転用するよう命令があり、また南部鉄道も戦時買収されて、 国鉄線となった。戦後には果樹栽培も復興していったが、桃は樹齢や連作の問題がありのちに衰退した。昭和30年代頃には宅地開発が進行していき、本来は農業のために行われた土地改良区による区画整理事業もこの傾向に拍車をかける結果となった。新編武蔵風土気候ではもとあった商業の宿と玉川の 川原から名がついたものではないかとしている。宿について、当地に宿場が存在したことは確認できず、つれづれ草に書か,かれた、ボロボロ踊り念仏の集団と解釈して、そうしたものに対する故障であった、朝屋から展示たとする説、あるいは土地が熟熟しているという意味合いから来たとする説があるが、いずれにしても由来は定かではない。 2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。当地に宿河原駅が所在するほか、国有化前には宿河原不動駅も存在した。なお、東部では久慈駅が、西部では上戸駅が資金に所在する。川崎市交通局が、 登戸駅と川崎市バス、菅尾営業所を結ぶバスや、当地とカリタス学園を結ぶバスが、当地を経由して運行されている。川崎市立、多摩病院神奈川県立多摩高等学校。ありがとうございます。